準々決勝のあそこの、惜しかったな、あのコーナーで、プラウドでな、二次予選のあの、ね、速度負け嫌だったな、あれ、一次予選のあの2秒でコースアウトしたの、あれ、悔しいな、あの準決勝のあの、ね、あのスタートで逆走したの嫌だったな。よし、全パターン取ってから今ハイパーダッシュ3対決ということで、僕のね、この親切にステッカーを貼ってある親切マシンと、情報屋 J の、このね、やり抜かれた VS マシンで勝負して、もしこの情報屋 J が勝つことができたら、なんとこちらの VS 結構からシャシスと、ね、これを、タザゾンの方からですね、タダでタザゾンの方からアマゾン価格で譲りたいと思います。はい、いくらなんですか、アマゾンは。アマゾンは確か1100円ぐらいです。え、そんな上がってる？もっといってない？もっといってない？1100円と1200円約2倍。僕が買った場合はタザゾン価格で買い取ってもらいます。自分で買ったらタダでもらうんだよ。いやいや、すげえいい人じゃん俺。じゃあ2万円で買い取ってもらいます。いや、今コース妨害がありまして、今ちょっとなんかこう行って、このマシンが行っちゃってこう入ってきたんで、はいはいはい、これでドーンって。ダメなんですか？ダメっすダメっすダメっすじゃないテレッテレッテということで募集です。コース妨害、レース妨害、レース妨害がありまして、ないでしょ、まさか。ロスになって返してくれます。そのまま止まったんですよ。俺の方が先走ってたからそういうことになったんです。だってジェイさんが先走ってればそういうことになるのよ。じゃあちょっとあのどっちが欲しいんですか？半分じゃないかな。半分を、480円で、これ VS を半分に切るから。あ、そうか。じゃあ、 俺が改造してするから。これ超ホワイトパターンなんですよ。俺が改造したやつを定価で。あれですよね。超ギアとかうるさいですよね。そう。これは仕方ないから。行ってくださいよ。いいよ。じゃあさ、肩で打ってください。